太平洋、ロングビーチ、赤羽海岸は、愛知県田原市にある海岸である。旧、厚見郡赤羽町の海岸部分を指し、太平洋、ロングビーチ、または、赤羽ロングビーチという愛称で親しまれている。片浜13里の砂浜の一角で、一式の磯浜から赤羽漁港の手前までの砂浜が、通称太平洋、ロングビーチと言われる。厚見半島の中央。 太平洋沿岸の沿州灘に面しており、全長は約 3km。周辺には赤羽漁港や道の駅赤羽ロコステーションがある。一帯はサーフィンの世界大会なども開催されるメジャーポイントで駐車場やシャワー設備等が整備され、季節を問わず名古屋、関西方面を中心に多くのサーファーが集まる。遊泳は禁止されている。赤羽漁港赤羽漁港は、 表浜唯一の港湾であり、池尻川と小人川の河口に建設された。港湾の東側には赤羽の西集落、港湾の西側には池尻の集落がある。かつては海岸に近い部分を県道が横断していたが、現在は赤羽と池尻の集落の北側を国道42号が通っている。1955年頃までの表浜の漁業は、地引き模業が主体だった。 1951年7月28日には農林省から赤羽漁港が第一種漁港に指定され、1952年11月11日には第4種漁港に指定された。これを受けて1953年には漁港の第一次造成工事が開始され、事業主体は国であるものの、赤羽町も建設協力金を支出している。その後も、 第2次から第9次までの漁港整備工事が行われている。氷浜一帯は赤海亀の産卵地でもある。毎年5月頃から上陸、産卵が見られ、8月頃まで続く。深までに60から70日かかる。サーファーの利用する砂浜海岸と産卵地が重なるところもある。厚見半島の太平洋岸は1年を通じてサーフィンに適した波があり、 全国有数のサーフィンスポットで全国から多くのサーファーが訪れている。サーフィン世界大会や国内大会なども開催されている。2018年にはワールドサーフィンゲームスが開かれ、過去最高の47カ国に1 4 5選手が参加した。1965年頃から赤羽を訪れるようになったサーファーは1970年代に急増したが、 住民とのトラブルも増加した。当時の赤羽町ではサーフィン禁止条例まで検討された。その後、赤羽町はサーファーとの共存を選択し、サーフィンのための環境整備を行った。サーファー側からも夜回り、海岸清掃などの動きが生まれた。平成10年頃には赤羽サーフィン協会が設立され、防犯ボランティアやサーフィン教室などの組織的な 取り組みを行うようになった。2008年現在、それらの活動を田原市サーフィン協会が実施している。2018年8月29日、田原市はサーフィンを通じて赤羽地域を中心とした活性化を目指す。田原市サーフタウン構想を公表した。田原市公式サイトは次のように述べている。田原市サーフタウン構想とは 赤羽地域を中心にサーファーをはじめとする若者、子育て世代の移住数を増加させる施策を進めることで、赤羽地域の活力維持、拡大を図り、赤羽地域だけでなく、田原自然域へと波及させ、持続的なまちづくりの発展へとつなげることを目指しています。ありがとうございます。